1875年ハートフォード・ダーク・ブルースは、アメリカ合衆国コネチカット州ハートフォードを本拠地とし、1874年から1877年まで、ナショナル・アソシエーションとメジャーリーグのナショナルリーグで活動していたプロ野球チーム。1874年に、後のナショナルリーグ初代理事長となったモーガン・バークリーが所有していたチームである。 当初ナショナルアソシエーションに参加していたが、翌年を最後にリーグが消滅し、1876年からは所有者だったバークリーが設立メンバーとなったナショナルリーグに移った。1876年にトミー・ボンド、キャンディ・カミングスの先発二人が合わせて関東69、共に防御率1点台の活躍をしチームはリーグ2位の成績を収める。しかし、 本拠地の立地条件が悪かったためか、集客力に乏しかったチームは、翌1877年ハートフォードを離れて、ブルックリンに移り、ブルックリンハートフォーズとなった。それまでの主力だったボンドやカミングスはチームを去り、ジョン・キャシリンがチームを引っ張る形になっていた。同年チームは5割近い勝率を上げたが、この年のシーズンオフに解散となった。ありがとうございます。